究極幻想大学講師の矢妻と渡辺です。 FF シリーズの最新作「ファイナルファンタジー16」が発売してから約2ヶ月が経過いたしました。動画をご視聴の皆さんの中にも、そろそろプレイした方、クリアした方がちらほら出てきているんじゃないかと思います。今回の動画では、この「ファイナルファンタジー16」の作中に登場するとある食べ物を再現させていただきました。はい、それがこちらになります。はい、ドレイクファングパンでございます。このドレイクファングパンは物語の中盤、砂漠の国ダルメキアにあるダルミル宿場のパン屋で発売されているパンです。そしてパンの名前になっているドレイクファングというのがですね、プレイした方はご存知だと思いますが、ダルメキアにあるマザークリスタルのことです。はい、このドレイクファングパンというのは物語の中でドレイクファングの炭鉱で働いていた元炭鉱夫のパン職人見習いが自分が昔働いていたドレイクファングへの愛を込めてその形を模して作ったパンです。このパンは主人公クライブの力を借りて完成するわけなんですが、発売後たちまちダルミル宿場の大ヒット商品になります。はい、そしてあまりにも売れすぎてですね、このイベントクリア後、なんとクライブの住む隠れ家でも見かけるくらいのヒット商品になるんですよね。そんなドレイクファングパンなんですが、皆さん見てたら食べたくなりますよね。はい、ということで今回パン作りが趣味の私の嫁さんが、このドレイクファングパンを自宅で再現してくれました。それがこちらです。ドドンと。はい、これすごいですよね。ちゃんとゲームに出てくるドレイクファングパンになってるじゃんって、私はもう超絶感動しました。家庭でここまで本格的なパン、本格的な再現メニューってほんと作れてしまうものなんですね。はい、ということでですね、まずはこちらのドレイクファングパンの作り方を皆さんにご紹介いたします。まず最初に材料のご紹介をいたします。用意するのは純強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、チーズ。はい、材料は以上になります。はい、で今動画にお出ししている分量でできる個数っていうのが、だいたい4個から5個になります。今回は5個作ったんですけど、1個1個が結構ちっちゃくなっちゃったので、だいたい4個分ぐらいだと思っていただければと思います。はい、そして材料として挙げている純強力粉なんですけど、こちらはフランスパンみたいなハード系の固めのパンを作るときに使うと良い小麦粉になります。純強力粉がない場合は強力粉と薄力粉をだいたい7対3くらいの割合で混ぜて使っていただいても問題ありません。ただね、純強力粉を使っていただいた方が仕上がりがよりパリッとした仕上がりになります。はい、でぬるま湯なんですが、ドライイーストがだいたい40度くらいが一番発酵して膨らむらしいので、水でもいいんですけど、できればぬるま湯を用意した方が良いらしいです。そしてですね、このぬるま湯の量も、季節やお部屋の湿度状況に応じて量を調整していただけたらと思います。今回は夏に作ったので、少なめにしました。はい、最後にチーズですね。今回はミックスチーズとチェダーチーズ、そしてカマンベールチーズを入れております。はい、でチェダーチーズというのが、酸味のあるチーズで、これを入れることで直接的にチーズっぽい味になります。はい、そしてもう一つのチーズがカマンベールチーズで、これを入れることで、味がまろやかクリーミーになります。今回はこれらの材料を使ってパン作りをしました。はい、それではここから作り方をご紹介いたします。まず最初に材料を混ぜていきます。チーズとぬるま湯を除いた材料をボウルの中に入れ、ぬるま湯をドライイーストにめがけて投入をいたします。その後木べらで混ぜて、粉っぽさがなくなるまで混ざったら、生地を台の上に出します。はい、続いて生地作りの工程になります。台の上で生地をひたすら伸ばしごねします。そして、生地がまとまってきたら、その丸めたパン生地を左右の斜め方向に転がすようにこねる V 字こねに移ります。生地の表面がつるっと触り心地がもっちりとなったら、こちらのこねる工程は終了になります。そうなったらラップをかけて一次発酵に移ります。はい、一次発酵は自宅のオーブンに40度の設定がある場合は、40度設定でだいたい30分くらい、そして、ない方は25度くらいの室温で、1時間くらい放置すれば OK です。一次発酵が完了したら、軽く生地をペチペチと叩いて、ガス抜きをしてベンチタイムに移ります。はい、ベンチタイムではパン生地を分割して丸め直して台に置き、濡らした布巾をかけて10分ほど置きます。このベンチタイムの目的はですね、結構細かいことを言うと難しいらしいので、一旦この後の生地の成形がやりやすくなるための工程だと思ってください。10分間待った後、実際の生地の成形工程になります。ここでドレイクファングパンの形を作っていくわけです。まず最初に丸めた生地のとじ目を上にして直径12センチほどの円形に生地を広げます。そして生地の上にチーズをのせる。最後に生地でチーズを包んでとじ目の部分をぎゅっとつまみます。この時ですね、ちゃんととじ目をしっかりしておかないと、この後焼いた時にとじ目からチーズが出てきてしまいますので、とじ目の部分はしっかりと閉じておいてください。この時点ではですね、まだドレイクファングパンの形ではなくて、チーズが中に入ったただの丸いパンの状態です。はい、成形が完了したら続いて二次発酵に移ります。とじ目の部分を下にしてクッキングシートを敷いたオーブン天板に並べます。そしてその上にラップとぬれ布巾をかぶせます。はい、でこのまま二次発酵として置いておく時間なんですが、40度の設定があるオーブンがある方は、約20分ほど、そしてない方は25度くらいの室温で約40分放置してください。はい、でこの二次発酵している間にですね、オーブンを230度で予熱しておいてください。だいたい目安としては二次発酵が終わる5分前くらいに温め始めれば OK です。はい、二次発酵が終わったらですね、ドレイクファングパンの特徴ともなっている切り込みを入れていきます。切れ込みの入れ方は次の通りとなります。まず最初に切れ込みを入れる際はキッチンバサミかクープナイフを使用します。本当はクープナイフの方が曲線の切れ込みが入れやすいので、そちらの方がいいんですけど、今回はどこの家庭にもあるであろうキッチンバサミで切れ込みを入れております。はい、そしてこのスライドに示しているような感じで、8分割するようなイメージで切れ目を入れていきます。でゲーム内のドレイクファングパンを見ていただけると分かるんですけど、ゲームに出てくるドレイクファングパンは切れ込みの部分が若干カーブしてるんですよね。ですので、弧を描くように切れ目を入れると良いと思います。はい、でこのようにして切れ込みを入れたら生地は完成です。この後実際に生地を焼いていくわけなんですが、焼く前に1つだけやっていただきたいことがあります。それがですね、焼く前に軽くこのパン生地全体に霧吹きをしておくと焼き上がりがパリパリになりますので、ぜひこれはやってみてください。はい、ここからパン生地をオーブンで焼いていきます。あらかじめ230度にしておいた、オーブンにパン生地を入れて、230度で13分から15分焼きます。そして焼き上がりの5分前にですね、パンに焼きムラが出ないように天板の前後を、ひっくり返して最後の5分間を焼きます。はい、そして十分に生地が焼き上がったらドレイクファングパンの完成です。いやー美味しそうですね。なんか切れ込みがちょっと開いちゃってるのもあれば、ちゃんとドレイクファングパンの形になってるやつとかもありますね。この辺はですね、切れ込みを入れていくところをちょっと工夫すれば、よりドレイクファングパンに近づいていくんじゃないかと思います。はい、以上がドレイクファングパンの作り方になります。それではここからですね、完成したパンを実際に我々が食べてるシーンをお見せいたします。見てくれおやつさん、ついに完成したぜ。これがドレイクファングパンだということでですね、嫁さんがドレイクファングパンを作ってくれました。めちゃくちゃうまそう。これ食べたらめちゃくちゃ熱いです。あとめちゃくちゃ熱いです。じゃあ早速いただきます。このね、中がちゃんとチーズで空洞になってて、中にチーズが入ってると。いただきます。熱っちょっと尋常じゃないぐらい熱い。ちょっとこれ熱いあ一番熱い。今のが一番熱い。じゃあちょっと一番メインのこれ多分持てそう。いただきます。持てません。終わる頃には俺の指の皮が。いただきます。あ、すごい外サクサク、中もちもちでチーズがじゅわっと、おいしい。めちゃくちゃ美味しい。割と今まで作ってくれたパンの中でだいぶ上位に来る。やったね。面白さじゃないの。上位に来る美味しさ。面白さもねだいぶ上位に来る。ではね、早速ちょっとカメラを置いて本格的に食べちゃおうと思います。めちゃくちゃ美味しい。当だよ。でしょ。これめっちゃチーズたっぷりじゃない？なんかじゃあこれ中がちゃんと空洞になっていて、チーズがマザークリスタルのようだ。いただきます。サックサク。焼きたて美味しいですね。おい。これさすごいの。ちゃんと中がね、ちゃんと空洞層になってる。すごい。天才か。やった。FF16 ダダハマり。確かに。すごいうまそう。うまそうじゃないです。うまいよ、美味しいです。美味しいです。今食べながら。天然出ちゃう。素材かって思って。素材で言うセリフを前の手で言ってるかと思いきや、普通にただの天然だ。食べながらうまそう。合格ですか？合格も何ももうめちゃくちゃ美味しかった。そんな人様に作っていただいたものにそんな。合格と合格なんてことは言いませんよ。じゃあ最後半分こ。半分こと言いつつ僕が3個半食べる。いただきます。もうすげえ外側パリパリじゃない。他のに比べて。裏側のさ、うわもうパリッパリじゃないですか。ごちそうさまでした。美味しかった。本当にありがとうございます。めちゃくちゃうまかったです。魔獣の知ってる。魔獣をどこから買ってくる。なんかカンガルーの肉とか買ってる。ああ、ジビエ的なね。でもそれはもう魔獣ではないんじゃない。さすがに。あれじゃない、サソリの尻尾入ったシチューとか。そういう感じ。あれ紫色のシチュー作んなきゃダメだよ。いやー、僕は幸せだな。FF16 をクリアした翌日にドレイク・ファングパンが食える人間、世界で俺だけだ。まあ一番幸せかもしれない。興奮冷め山の中、いやー本当に美味しかったです。もう最高でした。作ってくれた嫁さんに本当に感謝感激でございます。はい。で、もともとですね、このドレイクファングパンはゲーム中ではクリスタルをイメージした岩塩を使った甘じょっぱさが癖になるパンということだったんですが、今回は岩塩ではなくて私の大好きなチーズでクリスタルを表現したチーズパンになりました。まあ結果的にはドレイクファングの金色の感じが、まあ普通に岩塩を使うよりは、まあチーズで出たのかなと思うので、まあよりドレイクファングらしさにつながったんじゃないかと思います。今回みたいなチーズパンではなくて、普通に岩塩を使ったフランスパン的な感じでも、とても美味しくなると思いますので、こちらのパターンもできる方はね、ぜひ試してみても良いのではないかと思います。はい。で、切れ込みの部分をですね、今回はキッチンバサミで入れたからなのか、まあ、原作のドレイク・ファングパンと雰囲気がちょっと変わってしまったというのがですね、制作者の嫁さんの心残りだったそうです。はい。本当に心残りだったのか、もう気づいたらクープナイフが台所に増えててですね、あれこんなんうちにあったっけってなりました。はい。で、こちらのドレイクファングパンは秋葉原でやってるスクエニカフェのメニューでも再現されており、9月22日まで食べることができるそうです。ドレイクファングパン食べてみたい方は皆さんこうやって、自宅でパンを作ってみるとか、あとはねスクエニカフェに足を運んでいただけたらと思います。もしですね、実際に作ってみた方は、この動画のコメント欄か概要欄から飛べる、究極幻想大学の Twitter までご報告いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんからの感想やコメントもお待ちしております。それでは皆さん、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。究極幻想大学では、ファイナルファンタジーを通じた様々なエンタメをお届けしております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。